ボールをつないできて鈴木優真、時間を使って運びます。このコンディションの中浮かせている鈴木優真、すごいプレーを見せました。そしてサポーターを煽ります。いやー、この鈴木優真のプレーですね。いやー、まさに言ってますよね、はい、水が浮いているなら浮かしてしまえという。ゲームの流れに応じて持たなきゃいけない時間。さあ入ってきた、入ってきた、チャンスだー、鈴木ー、ワンチャンスしっかりゲットしました。鈴木、松村仕掛ける、角田がついていく、クロス流れていってきた、鈴木優真1点返します。鹿島アントラーズ、松村仕掛けてのクロス、鈴木優真決めました。鈴木優真へ、鈴木優真、鈴木優真ドリブルで運ぶ、1人かわした、2人かわした、鈴木優真来た、ここも回収は鹿島、うまい、鹿島うまくかわして、鈴木チャージしました。鈴木がラウンダーで強さを見せる、鈴木優真強い、イエローカードが出ます。マッチアップしたのは金森、鈴木優真が回していく、鈴木優真入っていく、そして松村いく、運んでいく、狭い空間でしたけど、この鈴木優真のこの外側抜いたところと、この進入と、まさかの狭い、鈴木優真下げた、鈴木優真がいく、鈴木優真がいく、奪った、シュートだー、サイドチェンジ、左安西が高い位置を取ってますが、鈴木優真からヘッド、1年の落としで、鈴木優真のボレー強烈、鈴木へ、鈴木が切り返して、鈴木のシュート、ワンタッチあってボレーキックです。こぼれ球拾ったら藤井、藤井マイナス、後ろからシュートで鈴木優真、うまくコースを変えました。鈴木優真、新井が食いついてきましたが、右サイドで展開して鹿島クロス、あ、かぶった、鈴木優真だ、立ち上がり先制、鹿島アントラーズ、打ったら深いところ、安西折り返す、垣田落として、鈴木優真かわして、もう一度垣田、ボックス内見事に崩しました、鹿島アントラーズ。そこから少し運んであげるところも大事だと思いますし、奪った鹿島、さあドリブル、パスを選択、名古屋、ダブルクロス、鈴木のヘッド、鈴木のヘッド、鹿島追加点64分、鈴木が3試合連続ゴール、鈴木優真から名古屋折り返し、鈴木見事なゴールが決まりました。一瞬の隙、こぼれ球、4試合連続得点、鈴木優真今シーズンの6点目。ダバンがブロックをしました。ここも長いボール、鈴木優真へ収めて、鈴木優真キープ、鈴木優真入れ替わった、鈴木優真中へ、私たちがボールを保持する時間をもう少し今作った方がいいかもしれないですね。マリノスはね、鈴木優真囲んでいきながら左サイド、鈴木優真さあ切り返す、縦に自分で運ぶ、まだ持っていく、いいプレー、先ほどのシーンですが、鈴木優真のプレー、鈴木乗ります、そしてキッター樋口、ここまで伸ばした、ヘディング来たから、ワンタッチでマイク前、ただ戻って守備、この鈴木優真です。こうやって繋いでいく、場内枠、鈴木優真から松村、松村のシュート、入っていく、
しないで触る。そして戻ってきました鈴木優馬です。そしてかわしてからここからスペースへ、これがチランテさん中にアルトリカイキ1枚です。コーナーキック香川からのボールインクは鈴木優馬が跳ね返していく。セカンド拾ってこれは足はかかっていないというジャッジです。そのまま鈴木優馬が運んでいく。アルトリカイキも走る。さあここアルトリカイキが右抜けていく。そのアルトリカイキナイスキーパー。グランパスはスリーセンターバックです。鈴木のシュートだ。上がり中には3人。鈴木優馬ランゲラックスーパーセーブ。預けて安西が中、安西を使った。安西が折り返した。溝口が待っていました。鈴木優馬一人背負って面白いビルパス。溝口のシュート。鈴木内田が追っていく。鈴木からスルーパス安西。そして今度はピチパン鈴木ヘリーを追いたーダーボです。クロスが入ってくる。鈴木これが鹿島の強さなのか、簡単には負けないんだという鈴木の一発追いつきました。アディショナルタイムで2対2。樋口からパーサイドへ鈴木優馬飛び込んだ。ユーマカットインをして今度は縦逆サイドを見ていた。さあそして仲間が持っていって鈴木ユーマ、鈴木ユーマここ安西使う。安西からグラウンダーですが、フロンターレベンチは佐々木朝日が準備してます。左のサイドバック背後を取る藤井のスピード。鈴木ユーマから斜めの動き。松村キーパーかわしてシュートは豊川のボールを鈴木ユーマ拾う。チャンス引きつけてラストパスが来ました。さあ逆に鈴木ユーマどうだ。左足この今前半スタートです。まずはキッカー展開して途中の溝口です。スタンタッチ仲間フリック鈴木パスを選択。さあチャンス樋口だ。開始12秒、鹿島先制ゴール。巻いてくる鈴木だ。鈴木のヘッド鹿島3点目。鈴木は今シーズン10ゴール目。いいか鈴木優馬大変な役割だと思います。大変です。鈴木優馬からワンタッチ。樋口が持った選手いますから、はい、ね、試合の鈴木優馬がクロスを入れる。藤原からヘディングは広瀬のクロスが入った。鈴木優馬来た。ふわっと浮かせた鈴木優馬だ。鈴木優馬寄せてきました。上りだと鈴木優馬。あっとここはやはり1人2人行く。しかし強い鈴木優馬。さあどちらが3ポイントを取るでしょうか。鈴木優馬お得意のポストプレー、前を向いて鈴木優馬ひと谷がついています。ファールありません。いやーいいボール素晴らしいフィード、鈴木が倒れてフリーキックです。中から縦鈴木優馬から土井左に流れてっていうところをね、うまく形を作りたいですね。体を預けて競り勝ちました柿田。そのこぼれを拾った鈴木。安西がオーバーラップ。安西が来た。安西今日も元気にプレーをしていきます。かわしてかわして攻めるかっていうところ、はい、何回か出てるんですよね。さあ降りて触った鈴木展開して安西に与えて3点目取られてしまいましたからね。安西が駆け上がってその安西使う。中入れたゴール前鈴木優馬。広瀬がクロス鈴木優馬だ。鹿島に追加点。エースが今シーズン11点目。広瀬のクロスまた鈴木。
点に、まあ、形でのプレーになりますからね。さあここは鈴木優真から広瀬にボールを送っていきました。その広瀬前に運んでからのクロス、鈴木優真のヘッドだ。ここは鈴木優真が下がります。長いボール、さあ早いリスタート、鈴木一人かまして、フェイスされても普通ね、キープしようと思わないですからね。そうですよね、はい、ユニボール回収1年キープ、もう変わったりしますもんね、はい、そう思いますよね。鈴木優馬です。レッドバック坂本、スガイも何か、あー、ウローが鳴って鈴木優馬、どっちだ、競争は、あー、うまい、ヒールです、シュート打っていく、佐野盾、鈴木も収まる、前を向く、あー、そして裏、土井を走らせる、倒れていますが流れています。鈴木馬、前すごい。まあ、前半とかもそうなんですけど、やはり中央でしっかり一回起点を作れて。ただ最後、渡すか。自分で行く。左足のシュート。逆に今度は左サイドを使っている鈴木。ボール収まりますね。収まりますね。ここに松村、うん、松村、ボール使って左シュート。後半から入った。そして松村、鈴木優馬を使おうというパスでしたが、おっと残している鈴木優馬、そして中へのボール、うん、ここは鈴木優馬が行く、さあタンクを松田が逃げながらのところ、いつもクリアをしていったのは浅野です。落として、ここまで下がります。交代してしばらくはね、フリーのスピード出せましたけど、はい、両瀬原前を向く、そしてマイクマン、うん、ここは鈴木優馬、ライは割りませんでした。あ、そしてここは鈴木優馬、フォトコーナー、はい、金子かわした右利き足振り抜いた、ここも鈴木優馬、こちらは使わずに後ろで回していく、おっと、さあプレスをかけて鈴木優馬、決まった、高い位置、いい守備からしっかりとボールに流し込みました、から奪ってゴールイン、柔らかいボールで鈴木優馬へ、ポスト、鈴木優馬先制しました。アントラーズ松村です、クロスが来ました、鈴木優馬だ、まだあります、ベッチカー、オフサイドです。ルーコーディングというような回転をかけて諸岡に出しました。諸岡クロスシュートだー、反対に田中周左につけた、諸岡だ、諸岡ー、鈴木優馬ツートップで取りました、鹿島アントラーズ。